こんばんは。スカンコグレです。今日は平日なんですけど、この週末にですね、秋葉原のツインボックスで、キングスクロス東京で行われたミューファイさんのライブがなんと100回目でございましたね。記念すべく100回目に、同席出席できたのは大変俺としては嬉しいなと思いました。その100回目を記念しまして、俺もここで宣言を、大好きなたまちゃんの一生単押しという宣言をいたします。いたしました。イエイ。それではですね、1989年の作品の藤井フミヤさんの、作詞藤井フミヤさん、作曲、鶴久雅治さん、今日はちょっとアレンジメントをして、ちょっと違う感じなんですけど、ボサノバみたいな感じですけどね、それでやりたいと思います。君が窓辺に刺したバラを、眺めてたのか、花は色褪せ、二度と愛は戻らないことを知ったよ。うつむいたままそっと鍵を差し出したとき、動けなかった。たった一言、やり直そうと言える勇気があればよかったね。伏せた写真立て、倒れたからのマニキュア、今は瞳を、今は瞳を伏せたくて、何も変わらない部屋で君の香りが消えてく、そして初めて悲しみ散ったよ。時が過ぎるのが怖い、君が遠く離れてく、いつか涙薄れてゆくのか。思い出早く消してあげる。夜中ですので、まあ、はい、もうあと録画中でもうこれで終わりますから、テイク4なんで、テイク4で、これで終わりますから、すいません、あと2分ぐらいで終わりますんで、もう帰ります。あ、そうですか、ね、すいません、警備員さんに怒られてしまいました。テイク4で、今2番から
すいません。思い出早く消してあげる、何も告げずに出て行くつもりさ、それが最後の償いだから、俺を忘れ笑っておくれよ。靴を履きかけてふと振り向いた時に、あの日のバラが、あの日のバラが咲いてる。この部屋で君を愛し、そして君を抱いたね。誰かこのドアを閉じておくれよ。もう二度と使うことない、鍵が手のひらで二つ、長い君へのピリオドみたいさ。もう何も変わらない部屋で、君の香りが消えてく、そして初めて悲しみ知ったよ。ああハーブレイク。ご清聴ありがとうございました。照明が消されてしまいました。スカンコグレでした。これはサプライズだな。これは今までなかったもんな。現在時刻23時45分。今日もご清聴ありがとうございました。スカンコグレでした。イエイ。したい「あなたのこと誰にも渡したくないの」「大好きだよって何度でも言うよ」「走り」